はい、今日はね、うさうずさんが遊びに来ました。こんにちは。では紹介をお願いします、はい、うちのね、メカブちゃんです。メカブ、メカブくんか。メカブくん、ちょっとオスっぽいですよね。オスだね。うん、トサカも、トサカあるね。ちょっとあるんだ。あ、いたいた。あららら、はい、こういう子なんです。こういう子なんですよ。アニマルズでね、あの生まれた子です、うん、だいぶ大きくなったんじゃないですか。大きくなった。あそこから連れてきてないですもんね。うん、なんかさ、すごい、なんだろう、白くなったね。そんなに。結構オスだからかな。気性が今ちょっと気性荒いですね。荒いね。じゃあ出しますか。そうですね。はい、どうぞ。あれ？はい、出ません。うさうさんが出れば。おいで。おいでで、これ来るか。お、行くか。はい、あ、来た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 。警戒してるから。いや、ミルワームとかよく食べるんだよ。あ、ミルワームあるわ。メカブ、おほほ、ほら、気にしてるか、恥ずかしい。ちょっと警戒してますね。警戒してますね。ちょっとじゃあね、自分のペースで出てきてもらうまで待ちましょう。抱っこができましたね。はい、安心してますね、うん、覚えてる、構え泣きしてる。あ、降りるんかな。降りる、降りない、降りないんだ。降りはしない。ママのね、膝がいいんか。かわいい。降りた。あ、だいぶ姿変わっちゃいましたけどね。ポリモード。あ、怒ってる。怒ってる。せいちゃんどうしたの？怒ってるの？ってんだ。重たいね、せすり。重た。重たいですよね。せすり重たい。おっと。しっかりとした羽、ニワトリっぽい羽。なんかね。うん。同じ種類なのかな。そこから全然なんか、ね、羽の質感も違うし、こういう感じの羽で、うん、なんかさ、うん、なんだろう、ふわふわの、なんて言ったらこういう毛質、なんて言うんだっけ、え、あの、何なんすか、羽毛すか、羽毛みたいな、羽毛、うんうんうん、水鳥って感じの、うんうんうん、なんかこっちツヤがあるよね。そう、ツヤっぽい、すごい光ってる、光沢もあって、うん、いいじゃんいいじゃん。いや、メカブ綺麗だな。おいしい、うん、色とか同じですよね、足の色とか。足の色とかは一緒だね、うん。なんか最近気づいたんだけど、はい、首も毛生えてるよね。生えてます。だからなんかショーガール説が微妙になってきましたよね。そうそうそう。普通のワンちゃん動っけなんではないかっていう言われましたね、うん、首の羽抜けてないね。抜けてないよね。で、せいちゃんの羽、うん、首すごいよ。ちゃんとありますもんね。ちゃんとこっから抜けること長そうですもんね、はい、うん。すごいね、君たちは。ショーガールじゃなくてもね、あれ買ったらいいから、ふわふわで、うん、いいね。すごい、あっという間に抜けなくなっちゃう。なくなった、全然手とかにも乗りますよ。乗る乗る、じゃあそれを、なんかね、やっぱりこの動っけ臆病って聞いてて、アイリンさんが最初なんか鳴らしてくれてなかったら、うん、多分こんな手とかに乗らないだろうって他の人に言われたんですよね。
そうなんだ、うん、わすごい綺麗、羽がふわふわね、ふわふわ、うん、ボリュームもあって、おかっこいいねせいちゃん、これもでもオスとメスの違いって感じですね。あ、全然違うね、うん、こうやって見ると、うん、たくましい。まだまだっていうかメスだから鳴かないですか、うん、こんな感じずっと。たまに鳴くんです。鳴く、うん、あそーみたいな。へえー、うわお。そう最近ねちょこちょこなんか鳴き声みたいな出すんですよね。結構こうは鳴かないけどさすがに、あーみたいな、あーみたいな、あーって鳴くの。かわいいなー。メイクアップ。お尻がこれ。ね、お尻もかわいいし、ほっぺたかわいいね。あーまたいじめて。どう？ちょっと軽くないですか？どうでもない。分かんない。いやでも確かに右の方がこっちのせせりの方がずっしりしてる気がする。うんうんうん、うん、そうなんですよ。だから羽がふわふわしてる分あれなんかなと思って。大きく見えるけどみたいな。なったな。大きくなりましたよね、うん、あららららら。なんでそんなことするの？お酢だな。あ、いていて。お酢やな。はあ、へえ。いい子ね。レレレレレ。いい子ね。レレレレ。でも鶏の可愛さを知りましたね。そうですね。久しぶりにこういう。いい子ね、お前は。お酢っすね。いい子なんですけどね。うん。いで。いやだよ。そんなやらないもん、ね。やらない。もうね、好意的なんですよ。しつけられるんかね。どうなんすかね、ニワトリって。でもすぐなんか忘れちゃうとか言うじゃないですか。どうしつける？しつけてない。目、目って。目。え、でも、なんて可愛いでしょ。